はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日はソードアートオンラインアーケード版ディープエクスプローラーの8月のイベントの方確認していきたいと思います。最近ちょっとプレイとか、まあ、含めてイベントの確認とかも全然できてなかったんで、しっかり見ていきたいと思います。まずは開催中のジューンブライドサポートログピックアップガシャ、今日から勇気のピックアップが開催。まだ押さえてない方はね、ぜひ今日からピックアップ来てますんでね、狙ってみてはいかがでしょうか。シノンピックアップは8月4日からです。はい、そしてお次はこちら、期限が迫っているエクスチェンジカラー衣装、勇気と友情の登場でしたが、私の方勇気結構集中的に出てくれたんで、こちらはね限界突破済みです。完全に限界突破できてるんでね。友情はその代わり全く出なかったんで、まぁ、ちょっと今回開催期間もね、もう期限迫ってるんで、多分もういけないかなと思って諦めてます。で、8月のゴールデングリードの方はシノン一色、武器も銃ですね。そしてユイメダルの購入リソースの追加が来て、8月1日からなんと私の念願の勇気が登場です。いやー、めっちゃ可愛いっすね。ユイメダル15枚は確実に用意して当日迎えようと思います。8月1日確か私お休みだったはずなんで、当日早速ね朝から取りに行こうかなと思います。そして月間プレイ、8月1日から、31日までがシノン、そして8月11日からは水着のアスナも、月間プレイキャンペーンとして登場予定となっています。まあ、遊べば確実に手に入るのは嬉しいですね。特に、まあ、水着のアスナさん、まあ、欲しい方結構いると思いますんでね、せっかくなら11日からしっかりプレイしてみてはいかがでしょうか。今度は8月4日からはこちらの復刻ですね。去年の水着浴衣のピックアップガシャが登場。まあ、ゲットできなかった方はね、ぜひこの、期間に手に入れてみてはいかがでしょうか。そしてデフラグマッチ。8月はちょっとシノン多いっすね。デフラグマッチシノンシーズンが開幕。開催期間は8月11日から10月5日までとなっています。そしてこちら。今年のね、水着。これがないと夏が始まらん。水着衣装ピックアップガシャ2020。開催期間は8月11日から。今回はこの3人、シリカ、リズベット、アリス。勇気はいないので、まあそこそこ狙う程度にしていこうかなと思います。あとは去年の復刻も来ますんで、まあぜひねゲットできなかった方はやってみてください。開催期間がちょっと短めなので、まあ注意が必要となっています。同じく水着ですが、今度はサポートログ。いやー、これだけね水着が並ぶとやっぱいいですね。あるものを水着はね、あんまり見た覚えがないんで珍しいですね。勇気のこの水着は多分コードレジスタで見かけたやつだと思うんですよね。今回は星4が勇気か。まあそれなら狙いやすそうですね。エギルエギルがまた。あとは水着イベントが開催予定ということで、灼熱アタックガール開催。こちらも8月11日からですね。水着リーファやリコリスのイラストのサポートログが登場予定となっています。あと過去の勇気の、イベント、復刻ヒーローログも登場予定となってますので、こちらも押さえておきたいですね。イベントとしてはトライアルタワーをプレイしていく感じで、先ほど紹介の水着キャラを使用するとイベントポイントアップとなっているという感じです。あと EX タワーも新しいのが登場ということで、期間は8月25日から。新リソースも登場予定で、レインとアリスが登場なのかな。まあこちらも押さえておきたいですね。ただちょっとこのダンジョンね、高難易度なんでなかなかクリアするの大変なんですよね。はい、そして最後にこちら。近々、登場の応募オリジナルアイテムの方、豪華な感じなんでね、今回当てたいっすね。特に A 賞めっちゃくちゃ欲しいですね。この飾っておけるやつ。これは、やっぱ手に入れてね、自分の好みのやつね、飾っておきたい、部屋に。いやー、飾り棚にね、飾りたいな、これ。当たるといいんですけどね。いやー、水着のキャラがいっぱいの8月。最高の夏ですね。皆さんもぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。それでは、ここまでにしたいと思います。バイバイ。